スコット・アレクサンダー・ヘアストンは、アメリカ合衆国、テキサス州フォートワース出身の元プロ野球選手、ウト右ミギウチ。1999年6月2日に、ドラフト18巡目で、シカゴ・ホワイトソックスから指名を受けたが、選手契約は結ばなかった。2001年6月5日に、ドラフト3巡目で、アリゾナ・ダイヤモンドバックスから指名を受け、6月15日に、 選手契約を結んだ。ルーキー級、水浦オスプレイで74試合に出場し、打率。347、14本塁打、65打点、オプス1.010を記録。ドラフト3巡目入団選手の実力を存分に、見せつけた。2002年は、A 級、サウスベンドシルバーホークスと、A 級ランカスタージェットホークスで、計127試合に出場し、打率。 345.22本類が98打点という成績を記録。相変わらず他の追随を許さない打力を見せつけた。2003年は A 級エルパソディアブロスに昇格し88試合に出場。2002年までと比べると多少成績は落ちたものの打率276.10本類が47打点を記録。シーズン終盤には トリプル A 級通算サイドワインダーズでも1試合に出場し、打点1を記録した。2004年5月4日にメジャー初昇格を果たし、5月7日のフィラデルフィアフィリーズ戦でメジャーデビュー。この年は101試合に出場。打率こそ248と低かったものの13本塁打、29打点という成績を記録し、持ち前のパワーを存分に見せつけた。 2005年と2006年はメジャーでの出場機会に恵まれず、2年間での出場試合数はわずか24試合に止まった。それに伴い、打撃成績も2年間で打率、229.0本塁打2打点という寂しいものだった。しかし、マイナーリーグでは相変わらずのパワーを発揮。2005年と2006年のいずれもトリプル a 級、ツーソンに所属し、 2年間で計156試合に出場。打率318.42本類が121打点という素晴らしい成績を残していた。2007年3月7日にダイヤモンドバックスと1年契約に合意。この年は76試合に出場し、打率222.3本類が16打点に投塁だった。 2007年7月27日にマイナーリーガーのレオロサレスとのトレードでサンディエゴパドレスに移籍した。すると、そのトレードが起爆剤となったかのようにヘアストンの打棒が爆発。移籍後は31試合の出場で打率こそ287と平凡だったものの8本塁打20打点超打率644という数字を記録した。 2008年3月3日にパドレスと1年契約に合意した。8月29日に親指を負傷し、残りの試合を欠場した。この年は112試合に出場し、打率248.17本塁が31打点3盗塁だった。オフには第2回 WBC のメキシコ代表に選ばれた。2009年は56試合に出場し、打率。 299.10本類が29打点8盗塁だった。2009年7月5日にクレイグイタリアのライアンウェブとのトレードでオークランドアスレチックスへ移籍。アスレチックスでは60試合に出場し、打率236.7本類が35打点3盗塁だった。2010年1月16日にケビン・クルーズマノフ。 エリック・ソガードとのトレードでアーロン・カニンガムと共にフルス・パドレスへ移籍。2月2日にパドレスと1年契約に合意した。この年は104試合に出場し、打率210.10本塁が36打点6盗塁だった。12月2日に FA となった。2011年1月20日にニューヨーク・メッツと1年契約で合意した。 8月26日に左借金を痛め15日間の故障者リスト入りした。9月29日にリストから外れた。この年は79試合に出場し、打率235.7本類が24打点1盗塁だった。10月30日に FA となったが2012年1月11日にメッツと1年110万ドルで再契約した。この年は 自己最多の134試合に出場し、打率263.20本類が57打点8盗塁だった。10月29日に FA となった。2013年2月10日にシカゴカブスと2年総額500万ドルで契約。52試合に出場し、打率172.8本類が19打点2盗塁だった。 2013年7月8日にトレードでワシントンナショナルズへ移籍した。ナショナルズでは33試合に出場し、打率224.2本塁打7打点だった。2014年は61試合に出場したが、打率208.1本塁打8打点という成績に終わり、過去にシーズン15本塁打以上を3度記録した、長打力は発揮されなかった。また、 儀比を4本記録し、実にシーズン全打点の半分を儀比で稼いだ。守備面では左翼の守りについた試合が最多だった。10月31日に FA となった。2015年11月18日にシカゴホワイトソックスとマイナー契約を結んだ。2016年3月31日に解雇された。打撃面での特徴はパワーであり、4年連続に 桁本塁打を放ったり、シーズン20本塁打を記録したことがある。特に、マイナーリーグ時代は、19.42打数に1本という、割合で、ホームランを放っていた。また、マイナー時代は、打率も高かったが、メジャーではそれほどの高打率を残していない。守備面でのレベルは低い。もともとは二塁手だったが、2004年に85試合で11。 失策を犯すなど、守備面ではレベルが低かったため、外野に、コンバートされた。ヘアストン一家は、メジャー史上でも、屈指の野球一家。父のジェリー・ヘアストン・シニアは、ホワイトソックスなどで14年間プレー兄のジェリー・ヘアストン・ジュニアは、ユーティリティプレイヤーとして16年間プレーし、ボルチモア・オリオールズで二類のレギュラーを務めたこともある、元選手。祖父のサミー・ヘアストンも、 1951年だけだが、ホワイトソックスでプレーし、おじのジョニー・ヘアストンも、1969年にシカゴ・カブスでプレーしている。ありがとうございます。